はい。先日完成したハイブリッド真空管アンプなんですが、もうマイナーチェンジに追い込まれました。どういうことかっていうとですね、プリアンプ用のこのトランスが加熱しちゃうんですね。で、オペアンプ用の端子が出てるから、まあ使えるんだろうと思ってうっかり使ったわけです。で、ダブルブリッジフェイリューして両電源が出て、この基板ですね、可変型の3端子レギュレーターを入れたんですが、こいつの消費電力っていうのが思いのほかあったらしいんですね。で、このトランスがやけに熱くなっちゃうわけです。これですね。で、いや、このまま熱いまま使うときっと壊れるなっていうぐらい温度が上がるんで、実はこの5670はちっこいからお分かりのように、ヒーター電流としては比較的少ないんですね。ところがこのベンリクスの6385っていうんですかね、これはあのウエスタンと並び称される音がいい真空管だってことで、ちょっと使ってみたいなってことで、まあここに挿してみようと思ったんですが、こんなに熱いのにヒーター電力が上がる玉をうっかり追加すればやばいってんで、こっちいつものように3端子レギュレーター固定 15V を使ったトランスを増設して、こんな感じで、で最終的に増幅段ごとにトランスが入るという、無駄のような贅沢のようなおかしいような構成に陥ってしまいました。で、なぜこんなに簡単にマイナーチェンジできるかっていうと、まあペテットのおかげなんですね。で、あと銀の単線をハンダでちょこっと止めてるだけなんで、そこはちょちょいのちょいで取れるわけです。で、取っちゃってネジを外して基板を取っちゃえば、そこはスペースになっちゃうんですね。で、この外したペテットは足の裏にまた両面テープ貼れば再利用できるんですけど、今回はまだ使ってます。で、こんな感じの作りに変わりました。これからオペアンプを変えたり真空管を変えたりして、まあ、結合コンデンサーは今回ちょっと基板にマウントしちまったもんだ、これ変えるのちょっときついんですけど、この出力側の 0.47 マイクロはフィードバックのループに入ってないので簡単に交換できるんですね。これ容量大きすぎる感じもあるんで、 0.22 ぐらいの何かいろんな音のに変えてみるかもしれません。このマティスタイプの基板の予備はあるので、同じようにちゃちゃっと交換しちゃえばいいわけですからね。はい。で、もうすでに音が出るのは確認済みなんですが、これからちょっとあれこれオペアンプを検討してみます。現状入ってるのかな。
8920ですかね、はい、こんな感じで。初段の電源回路が変更されました。じゃあまた。